なあレイジ、今週の日曜なんだけどさ、何かあるか？ならさ、2年になってから1回も遊んでなかったし、どっか行かね？いや、予定さえなけりゃ呼べば来るんじゃないか？てかあいつ、俺以上にお前に懐いてるからさ、一対一じゃ誘う前に逃げられるだろうし。きっとツンデレなんだろ。待ってろ、ちょっと電話してみるわ。おお、なるか。俺だけど、ちょっと確認。お前、ツンデレなんだろ。え？セミ爆弾で爆死しろ？しねえよ。なんだよ、あいつ。まだ途中なのに切りやがった。ああ、そっか。ツンデレの確認と間違えた。待ってろ、もう一回電話。着拒された。まあ、あいつには家で確認するとして、他に誰か誘うか？やあやあ、お前ら、俺を呼んだか？幻聴じゃん。耳鼻科行ってこいよ。おいおいおい、なんだよお前ら、俺だけハブかよ。声かけるタイミング伺ってた。ったく、最初から素直に寂しいから入れてくれって言えよな。仲間に入れてください。おらしゃっしゃーす、しゃっしゃーす。まあ、土下座までされちゃ仕方ねえな。俺もたまに店でシャリ握ってるからよ。断シャリっつうのが得意なんだわ。何のお話ですか？私もよろしいんですか？まあ、こっちもナルは数に入れてるし。おお、ぜひ、むさ苦しい野郎の集まりに女子の潤いを。一番むさ苦しいやつが何言ってんだ。あ、むさ苦しさならお前に言われたくないぞ。鏡見てこい、鏡や！あの、お二人とも落ち着いてください。いえ、別に。いえ、興味なんてないから。ええ、これっぽっちも。興味ないわ。ましたわね。どうしたレイジ。なんだ、いたのも来るのか。女子なら基本歓迎するぞ。行かないわ。なんだ、違うのか。行かないけど。でも、遊ぶって具体的には何をするの？え？何をって、エロ本探して、AV 探して、そんな感じ？エロ毛が抜けてるぞ。ああ、そうだった。悪い悪い。サンキュー大地。適当に歩いたり、ご飯を食べる？ちょっといい？適当に歩くなんて、そんなの時間の無駄じゃない？それにご飯も、クゼ君たちいつも一緒に食べてるんでしょ？新しい発見？
そうですね。学園も松ミラも私が思っていた以上に大きくてワクワクしました。ワクワク？はい。って、私なんかが偉そうなことは申し訳ありません。ですが私は板野さんが来てくださると嬉しいです。真帆さん、加山くんたちは本当にいいの？どうせやることは大して変わんないだろうし、俺はいいけど。上司だー！そう。それじゃあ、そこまで言うなら、私が直接確かめてあげるわ。よろしくお願いします。アメニティーズライフ。レイジさんと私が一番乗りですね。うーす、レイジ、うーす、マホちゃんも、うーす。こんにちは。ナルさんもこんにちは。なんで先輩たちもいるんですか？いつから待ってるんですか？え？え？ほら、だからもうちょっと早く出ようって言ったのに。なんだよ、まだ待ち合わせ時間にもなってないだろ。こういう時、普通一番年下の私が最初に来て待ってるべきなんだから。お前いつから体育会系になったんだよ。私を甘やかさないでください。わかりました。やるじゃん。あの先輩、ちょっとそこのコンビニでのど飴買ってきていいですか？なんだ、トイレか？のど飴って言ってんでしょ！ほんと兄ちゃんデリケートないんだから。それデリケートじゃなくてデリカシーな。コーラ買ってきてくれ。定価の3倍よこせ。久世くん、お待たせ。もしかして私が最後？じっと見られてもどこか変？そう？あ、それとも時間を間違えてた？ちゃんと間に合ったと思ったんだけど。そう、ならよかったわ。だけど話だと細貝くんの他にももう一人いるって。細貝くん、何かあったのかしら？いや、あいつが遅刻すんのはいつものことだから、まあ慣れたよ。おい、悪い！いつもに比べたら早い方だけど。なんだ、みんなもう揃ってんのか？いや、悪いな。ちょっと。細貝くん、3分でも遅刻は遅刻よ。いたの、厳しいな。時間は有限なのに、みんなを待たせるのは良くないわ。
いや、出かけに団体さんが入ってきてよ。ちっとばかし手伝ってたら、モノレール一本遅れちまったんだよな。どういうこと？お店の手伝いを？いや、でも、遅れたもんは遅れたわけだからな。板野の言う通りで。いいって、いつものことだし。いえ、私の方こそいきなりごめんなさい。集団で生活していく上でお互いを理解していくことは必要なこと、それを忘れていたわ。人に謝るだと？どういう意味？お待たせしました。はい、兄ちゃんコーラ。サンキューって、お前瓶コーラじゃ蓋できねえじゃん。いいじゃん、瓶の方がなんか成分溶けてて美味しいし。迷信だろそれ。つか状況考えろって話だよ。いろいろ足りてないだろ。あれ買ったら今月のお小遣いなくなっちゃうし。いや、それより胸と身長だろ。全然足りてなかったから。なんだと。だいたいお前はまだお子様体型なんだから、無理して大人っぽいの着る必要ない。レイジもそう思っただろ。ねえ先輩。似合ってねえってさ。私に選択の自由はないんですか。よし、じゃあ間を取ってメイド服にしよう。やった、細貝先輩頭湧いてるんじゃないですか。つかそれがよ、うちも他の店と差別化を図るためにメイド寿司屋にしたらどうだって親父に打診したんだよ。それで？うちの店に女は母ちゃんしかいねえって怒鳴られて終わった。つか怒鳴られて当然だろ。そんな店行きたくねえし。俺だってんな店入りたくねえ。つかむしろ、お袋がコスプレしたら家出するわ。出るとこ出てない貧相な体ですよ。真帆さんにも板野先輩にも勝てませんよ。文句ある？待て待て、レイジ。このまま勘違いさせとこう。その方が面白い。何も言ってない。言ってないわ。大丈夫です、私は信じてますから。でもさっきから何か買うわけでもなく、こんな風にただ歩くだけで楽しいの？いつもこうなの？楽しめないというか、今のところみんな何がしたいのかよくわからないわ。そういう意味でも真帆さんがいてくれて本当によかったわ。私ですか？何かのお役に立てているのでしたら。
おいレイジ、メイドがダメなら競泳水着寿司屋とかどうだ。全てブワーカーな、お前が悪い。貴様、本当のことでも言っていいことと悪いことがあんでしょうが。アメニティーズライフ。いやー歩いたな。ですが、かなり混んでますね。そんじゃ、俺は席取っとくから、お前ら先行ってこいよ。見えそうっつか、ただでさえガラ悪いからな。文句やっけ、これ。ママ、あの角刈り、カタギじゃないの？見ちゃいけません。あの、でしたら私も後にします。そんなこと？ないとは言い切れませんが。しょうがないですね。でも確かに目移りしてたらみんな遅くなっちゃうし。ほら、のんびりしてないで急いでください。レイジさん。ええ、3人ずつの方がバランスがいいと思うから。楽しむ？なさい。そもそもさっきも言っていた楽しいって何？俺たちと過ごして細貝くんイケメンとか細貝くんかっこいいとか感じただろ。え、そうね、確かに感じたかもしれないわ。多分だから落ちてねえよ。お前ボケ殺しが趣味なのか？どういう意味？そういうものなの？角刈り。下手くそか！つか角刈りはボケじゃねえよ。させねえよ！こいつは俺のアイデンティティだっつの。バカ野郎、閉めんぞ。鮮魚みたいにキュッと閉めんぞ。別に楽しいっていうのもよくわからないし、笑ってもいな。角刈り。待て、角刈りは笑うとこじゃねえよ。笑ってない。うるせえよ、バレバレなんだよ。ほら、あそこ6つ空いてる。場所取るんでしょ。しらしらしい。久世くん、行きましょう。貴様、無視してリア充ごっこに興じやがって。許すまじ。ほら、細貝くんも。おう、今行くぜ。見るな。女子に呼ばれたら誰だって嬉しいだろう。
しら。ごめんなさい、あれを楽しかったと言っていいのか自分ではよくわからなくて。そうなの？私自身。またっていいの？今日の私、その自分でも素直じゃなかった気がしたから。本当に？なら逆に聞くけど、久世君は私と一緒で楽しかったの？そういうものなの？もう一回。そう、わかったわ。迷惑じゃないならもう一度確かめてあげてもいいわ。まもなく。あ、私ここだから。大丈夫。それじゃ。ねえ、久世君。ごめんなさい。やっぱり私、素直じゃなくて。自分でもよくわからないのは本当だけど、もしこの気持ちがそうなら、私、久世君と話すのすごく楽しいのかもしれない。お客様にお願いいたします。大変危険ですので、扉が閉まる際の無理な乗り降りはご遠慮いただきますようご協力お願いいたします。レイジさん、どうされたんですか？なんだか顔が赤いような。